いい眺めだろう。前はよくここに来てたんだがな。飲酒は控えた方がいいのでは。体にも深刻な影響を及ぼします。望むところだね。個人的なことを聞いてもいいですか、警部補。アンドロイドってのは個人的な質問するもんなのか、それともお前だけか。なぜそれほどまでに死にたがっているんですか。忘れられないことがある。何しようと頭から離れずにくすぶってんだ。だが人思いに死ぬ勇気すらねえから毎日痛めつけてんだよ。どうせお前には理解できねえだろうけどな。こいつは理屈じゃねえんだ。事件解決の糸口が見つかりません。変異体には共通点がない。モデルも違えば生産された工場も時期も違う。何かつながりはあるだろう。彼らは共通して RA9 に執着しています。あれはまるで一種の神話だ。プログラムに存在しないものを作り出したみたいに。神様を信じるアンドロイドね。まったく世も末ってやつだな。警部補、何か気になることでも。まさかエデンクラブでの出来事に関係が。あの二人は一緒にいたかっただけだ。それに本気で愛し合ってた。彼らに欲求などありません。ただの変異体だっただけです。お前はどうなんだ。見た目は人間、話し方も人間だが、本当は何者なんだ。任務のためにデザインされた機械ですよ。己の存在理由も作成者も理解しています。それがあなたと私の違いでしょう。あの女が自殺した時何か感じたか。それともこれっぽっちも気にしちゃいないのか。もちろん何も感じてなどいません。私は機械です。機械に感情など存在しません。死ぬのが怖くないのか、コナー。私が怖がるとでも。引き金を引いたらどうなる。無か、暗闇か、それとも天国か。あなたは何に怒ってるんです、警部補。過去の心的外傷のせいですか。そうやっていつもいい子ぶりやがって。一歩先行ってるつもりか。だったら教えてくれよ。お前が変異体じゃないって証拠は。定期的にテストしています。自分が何なのかは理解していますよ。